話をしていた福山議員が、かなりすごくいいスピーチだったらしくて、その中でも最後の方でですね、こういうことを言ってます。残念ながら法案は今日採決されるかもしれない。しかし試合には負けるかもしれないけど勝負には勝った気がしている。国会の中と外がつながった。国会の内外で政治と国民がこれほどつながったことはありません。いいこと言います。ちょっと応援はいいや。先生
お、マジで出たことあるから呼べる。小野次郎。お、小野次郎。誤解してごめんよ。小野次郎さん。ですね、皆さん、ただいま反対討論をしている維新の党の小野次郎氏、まあ、何やら、かなり右寄りな方だということで、先ほど福山哲郎さんのことは応援したけど、応援することを私拒否してしまいましたが、反省しました。今のネットによる速報によると、確かに右寄りな方ではあるが、今ですね、この法案に関して、ちょっと待って、この法案に関して満身の怒りを持って反対を表明すると表明しています。右も左も関係ない、嫌なものは嫌なんだ。ちょっと待って、むしろそして、今後とも言うことはありません、この法案に満身の怒りを持って、反対を表明するとともに、今言ったのが、はい、今後とも認めることはありません。今後ともこの法案を認めることはないそうです。右も左も関係ない、自民党には天罰。そう